まず素直な感想としては、私としては、ゴジラ好きの私としては、皆さんこんにちは、バラゴンです。いや、レオパルドの足でございます。はい、さてさて、今日はですね、私ある映画を見に行きました。そちらの映画がですね、ゴジラマイナスワンでございます。見てきました。今日はですね、そのゴジラマイナスワンについてのお話をするんですが、まずはそのね、ゴジラマイナスワンを見に行った時の様子と、それとその感想ですね、ネタバレなしで感想を言いたいと思います。とりあえずですね、まあ仕事終わってからそのままの足で、とりあえず見に行きました。で、場所は調子のイオンに、見に行って、だから撮り始めたの中途半端とから撮り始めてます。そこだけご了承いただければと思います。なんか中途半端のとこから始まってんなって思うと思うんですけど、まあしょうがないんですよ。途中で回したんで、イオンの中で回すわけにいかない、この仮面つけて回すわけにいかないんで、そこはご了承いただければと思います。じゃあまずとりあえずその、見に行ってる様子ねから、でまた後半感想を述べたいと思います。行こうか。それでは早速、ゴジラマイナスワンについて語っていくぞ。ブッGo! ゴジラポスターアクリルスタンド、やらざるを得ないでしょう。これが欲しい。ゴジラ対ビオランテ、うちにね、デストロイヤとスペゴジだったかな、これがあるの。今回これの、開けましょう。よし、開けよう。オープン。何が出るかな。ビオランテがいいな。まあ、最悪メカゴジラでもいいや。よっ。これ何？ん？お、メカゴジラじゃね？メカゴジラじゃね？これ。よいしょ。お、メカゴジラ。やったー、メカゴジラでした。イエーイ、幸先いいぜ。ミスド買いました。夜だから種類が3個しかありませんでした。まあそれでもいいやな。たこ焼き、いただきます。ごちそうさまでした。美味しゅうございました。そろ時間です。行きましょうか、ね、こっちに始まりますよ。見終わりました。はい感想はじゃあまた後ほど。もうイオンも閉まっちゃってるんで早く出ます。あー、なるほど。ほい、というわけでゴジラマイナスワン、ね、見てきました。こちら入場特権でもらえるシートでございます。かっこいい。うわー、かっこいいぜ。これもらいます。で、まずまあちょっと素直な感想からね、行かせていただこうかなと思います。まず素直な感想としては、私としては、ゴジラ好きの私としては、ものすごく良かったです。ものすごく良かった。まあ簡単にですね、まあ、あらすじだけちょっと、どんなお話なのかなっていうのだけね、お話をさせていただこうかと思いますが、舞台はですね、
戦後間もない日本が舞台でございます。戦争もう終結する本当直前ぐらいの日本、そして終結直後の日本ですね。で、まあ日本がですね、まあ空襲、東京、特に舞台は東京なんですけども、まあ空襲によってね、焼け野原と化してしまった東京なんですね。そこが舞台。で、主人公はですね、神木隆之介くん。くん、もうくんじゃねえな。もう、神木隆之介さんですね。この方がですね、まあ、敷島って言うんですけど、敷島っていう人が、まあ、特攻隊だったんですね。特攻隊。ですが、その乗っていたゼロ戦がですね、故障して、小笠原にある、島に、大戸島って言うんですけど、大戸島ってとこに、まあ、不時着すると。そこが大戸島っていうのがその整備基地だったんですよ。ね。整備基地に不時着すると。で、そこで整備をしてもらうって言った時に、そこにですね、ある巨大な生物が出てきてしまったんですね。その生物により、その整備隊員の方々が、全滅とかもう、ことごとくやられてしまって、神木隆之介さんは、まあ、運よく、生き残ることができたと。いうことなんですよ。そこからね、生き残ることができたんですよ。で、その生物っていうのが、後々、ゴジラになるんですけど、その時はまだ、身長としては15メーターしかなかったんですね。15メーター。あの、まだ全然、あの、ゴジラとしては全然ちっちゃいですよ。うん。新ゴジラなんか100メートルありますからね。で、その後ですよ。で、まあ、神木隆之介さんは、まあ、東京に戻ってきたら、自分の住んでるとことかもう全部焼け野原になってるわけですね。焼け野原になってると。で、その中で、小さい子供を連れた女の人、大石のり子っていう人とね、出会って、彼女が、こう、見知らぬね、人から託された赤ちゃんを、抱いていたんですね。で、その子を一緒に、これ、浜辺美波さんなんですけども、と一緒に生活をし始めるっていう話なんですよ。ね、で、ある程度こう、その子供もだんだんこう大きくなりにつれてですよ、東京も少しずつ復興をし始めた、そのあたりでですね、まあ、皆さん、知ってる方はいると思うけども、あの、ビキニ、諸島で行われた、水爆実験があったんですね。その水爆実験の影響で、その15メーターだった怪獣が、巨大化してゴジラになってしまったということです。で、そのゴジラがですね、だんだんこう、大きくなる、最終的に体長も50メーターまで行くんですね。で、そのゴジラが日本にやってくると。そして戦後復興して、だんだん復興してきた東京を襲うというお話でございます。まあ、これが簡単なあらすじなんですけど、内容もすごく良かったですけど、まず役者陣がすごいですよ。先ほども言いましたが、主演がですね、神木隆之介さん。で、その神木隆之介さんと一緒に暮らす女の人、ね、大石さんっていうのを、演じたのが、浜辺美波さんなんですね。で、その、脇を固める役者陣がすごく豪華で、例えば佐々木蔵之介さん、ね、とかですね、吉岡秀隆さん、ジュンです。ジュンが出てたりね。あとね、安藤サクラさんがいい役なんだわ。本当にもういい役。あの人もすごい。そういうね、名役者さんが揃ってるんで、もう、そういう意味ではこう、演技とかその世界観っていうのはすごくよく出てたなと思うのと、とにかく私が一番何が良かったかっていうと、本来ゴジラというものって何かっていうと、自分なんかは思うのはゴジラっていうのは、自然の脅威だったり、とにかく怖さの象徴なんですよ。恐怖の象徴。ゴジラって。それが今回の、このゴジラマイナスワンでは、恐怖の象徴としてのゴジラがしっかり描かれていた。だからもう、シンゴジラとはまた別の怖さがありました。本当にゴジラとしての怖さ。すべてを破壊つく。無慈悲に破壊つく。もう、ようやく復興して、これから、よし、頑張るぞ、東京復興していくぞってところを、もう、ことごとく、ぶち壊していくと。そういう、恐怖の、象徴中のゴジラがしっかり描かれていたこと。そして、映像の撮り方が、とにかくゴジラが怖いんですよ。ゴジラが、船を追っかけるシーンがあるんですけど、まあ怖い。まあ怖い。私ね、今回
モノクロ版で見たんですよ。モノクロ版で見ました。モノクロ版で見たから余計に怖さを感じたのかもしれないけど、その、カラー版もやってるんだよ。同時に。だけど、まあ、この当時その戦後間もない日本っていう舞台だったから、とりあえずモノクロ版見てみようかなと思ってモノクロ版を見ました。モノクロ版でもゴジラの怖さはしっかり伝わってたし、で、このゴジラに対して、その、まだ日本って復興してない時代だから、ね、で、アメリカの力を借りて何とかしようって言ってもアメリカが助けてくれないんですよ。ね、アメリカ、ロシアとの関係とかやったり、冷戦時代の話とかあるから今日本に溜まってらんないってことでゴジラ退治に協力してくれないということなんですよ。じゃあ日本人の力だけでどう対処していくと。ね、どう、この恐怖の象徴であるゴジラにどう戦っていくんだと。そこが、このゴジラで描かれている。人間として、これから、この恐怖の象徴のゴジラとどう対峙していくか。そこが描かれていたのが、とても興味深かったし、面白かった。人間は努力して、頑張って、まだその当時って科学力もそんなない時代です。じゃあ、どうやって倒すと。そこが一番の見どころですよ。対峙そもそもできるのか。そこから始まるんですよ。じゃあどうする?退治できないならどうするとか。退治するにはどうすればいいとか。そこでいろんな人たちが知恵を出し合って、勇気を出し合って、このゴジラと戦っていくというお話。ね。そして神木隆之介、ね、演じる四季島の、心の葛藤、人間模様っていうかね、心の葛藤があって、その心の葛藤が、どう、このゴジラに対して向かっていくのか。そういうところが、ものすごく見どころですね。本当に恐怖のとしてのゴジラ。これは、すごかった。ただ、一個だけ、俺ちょっと気になったことがあるんですよ。ただ、一個だけね。一個だけ。それが、ゴジラの、スタイルなんですよ。なんかね、ちょっとずんぐりむっくりだったような気がするんですよね。まあ、頭部が小さくて体がずんってでかいって感じ。もうちょっとかっこよくできなかったもんかなって思う。いや、かっこよかったよ。こうやって見てものすごくかっこいいじゃん。だけど、頭部がでかくて、ちっちゃくて、体がブブーンってでかいんですよ。ズンダーンって感じ。ズンダダーンって感じの。そこはね、顔としては、ミレニアムゴジラあたりに近いのかなとは思いました。シンゴジラとは全く別。あのゴジラとは全く別のスタイルでしたね。で、旧ゴジラ、その、一番最初のゴジラともまたちょっと違かったな。こっちの方が太ってました。太ってた。でかかったです。体の幅がでかかった。まあ、とにかく、最終的に何が言いたいか、っていうと、ゴジラマイナスワン、私は、もう一回カラーで見に行きたい。それぐらいの作品でした。もう一度見たいと思う。だ皆さんもし映画見るんであれば、カラーの方とモノクロ版、両方見てください。あと全然違うと思う、違うっていうか、俺モノクロで見たからまたカラー見たくなったし、カラー見た人は多分モノクロ見たくなると思うんですよ。これうまい作戦だなと思いました。ゴジラ好きだっていう人は絶対見た方がいいし、そうでないって人は、一つの映画作品として見ても面白い作品かなと思います。かなり怖いゴジラが描かれています。そういう意味では、ゴジラの本当の原点、恐怖の象徴っていうのは存分に描かれているんじゃないかと。そして使われている音楽もあのゴジラの、昔からみんなが知ってるあのゴジラの、音楽がちゃんと使われてるんですよ。福部明さんの。あれはもうちょっと感動だったね。伊福部明さんのミュージックがちゃんと使われてるっていうのは、非常に私、ゴジラファンとしては最高でした。こちらが私のゴジラマイナスワンについての感想です。はい。はい、というわけで、今回はゴジラマイナスワンについて、ね、その感想をレビューしてみました。まあ感想を今言ったんでね、もういいかなと思うんですけど、とにかくですね、面白い映画として非常にいい作品だったなと思います。
いろんな賛否分かれるみたいですね。でも私としては非常に良かったですよ、これ。非常に良かったです。面白かったです。もう一回今度カラーで見たいなと思ってます。はい。まだ見てない方、ぜひぜひ劇場で。劇場の大スクリーンで見た方が、あのゴジラの怖さ、迫力が伝わると思いますので、お時間ある方、ぜひぜひ見に行ってみてください。非常にいい作品です。というわけで、今回の私の動画はこちらです。あ、ひらい！はい。よろしければ、チャンネル登録、高評価、そしてコメント、よろしくお願いいたします。それでは、皆さん、よかったです。それでは、また別の動画でお会いしましょう。レオパルドの配信でございました。うわー！